どうもこんにちは、加納一馬です。皆さんは呪術廻戦という漫画はご存知ですか？累計発行部数が3000万部を突破した漫画界で最も人気のある、もう鬼滅の刃ぐらい人気のある作品と言ってもいい、この呪術廻戦。でもこれだけ人気があるということは、まあおそらくは実写化の企画もね出てるでしょうよ。この先は、ね、日本が舞台なので、まあ、そういう意味では進撃の巨人よりかはねやりやすいし、まあ、やると思うんですよ。でその実写化した際のキャストを僕考えましたよ。昨日の夜からずっとね考えて5人ぐらい思いついたんで、今日はそんな実写化した時のキャスティングを、僕の予想を発表したいと思います。まずは主人公の虎杖悠仁くん。指を食べちゃう系主人公でおなじみの虎杖悠仁くん。この虎杖悠仁くんに最も合う役者は、山崎賢人くんです。はい、山崎賢人くんはですね、キングダム、ジョジョの奇妙な冒険、サイキックス王の災難と、ジャンプ系というか、まあ、集英社系の主人公をね何度もやってる方なので、まあ、これが映画化したらもう一番合うのはやはり山崎賢人くんでしょうね。あの指を食べちゃうシーンとかもね、ランチパック食べるぐらいにパクパクいけますよ。あのやっぱり日本のね映画なんてのは、その新人とかね、その名前の知らない役者いきなり主役に据えるなんてそんな度胸ないんだから、だからねそういう意味ではね、山崎賢人君が主演をやるってのはこれも自然な流れなもんで、間違いなくいけますよ。続いて2人目は伏黒恵美くん。主人公虎杖悠仁くんの同級生であり、クールなナンバー2といった、まあ、ナルトでいうところのサスケ的なそんな役割の伏黒恵美くん。この伏黒恵美くんに合う役者は、山崎賢人くんです。先ほどの虎杖悠仁くんに続いて2度目の登場、山崎賢人くん。やっぱりですね、僕はね山崎賢人くんはその主人公よりかはそのナンバー2、クールなナンバー2的な役割の方が似合うと思うんですよ。あの水球ヤンキースとかもそんな感じでしたから、だからねどっちかっつったらね、虎杖悠仁くんよりねこっちの方がね似合うんじゃないかな。もう髪型とかもそんな、もう こんな髪型、山崎賢人くんいけるでしょ。もうだから影からねなんかこう動物みたいなの出すのもねいけるっしょ、そんなねランチパックみたいな感じでさ。はい、そんな感じです。続いて3人目は五条悟くん。この呪術廻戦の中で最も人気のキャラクター、普段はなんかアイマスクみたいなもので目を隠してるんですけど、それを取るととんでもないイケメンだということがわかる、そんな五条悟くんに最も合う役者は、山崎賢人くんです。やはりですね、この五条悟くんはとんでもないイケメンなんですよね。あの領域展開という、まあ、必殺技をね使った時にイケメンっていう感じでポンって出てくるじゃないですか。そこで中途半端なイケメンがあれをやると実写だと相当きついですよ。なのでそのイケメンにはイケメンを当てる、これはもう自然な道理ですよね。でしかもこの五条悟くんは年齢が28歳という設定なので、山崎賢人くんは今26歳なので、もう年齢的にもバッチリじゃないですか。なのでこの山崎賢人くんが五条悟くんをやるっていうのはバッチリ、さっきのあの2人よりかは一番ハマってる、そんな感じだと思います。そろそろこの流れも皆さん飽きてきたんじゃないでしょうか。続いてはね、あのちょっと本気で考えました。あ、こう言うとなんか今までの3人がまるで本気じゃないみたいな、本気で考えてないみたいな、いやちゃんと真剣に考えた上でね言ってるんですよ。ただ続いての流れはちょっと違いますよ。続いて4人目は東堂葵くん。
はい、京都校に在籍している、基本的には上半身が裸で頭がポニーテールの、まあ、そんな筋肉質な熱血感なキャラクター、僕の印象ではですね、割と呪術廻戦は初期から読んでたんですけども、この東堂葵くんが登場したあたりから人気に火がついたなって、そんな印象なんですよ。で、そんな東堂葵くんに最も合う役者は、照英です。はい、銀河ブルーでおなじみ、本名高橋照秀の照英さんですよ。やはりですね、この照英さんはもう筋肉質で、まあその熱血感というキャラクターなので、その方が東堂葵をやるっていうのは、これドンピシャでハマってんじゃないのかなと。まあ東堂葵くんは高校生なんですけど、でも見た目的にはまあもうそんな高校生っぽくないので、まあ照英さん、今年齢が46歳ですけども、いけるっしょ。全然問題ないと思うね。最近、PCR 検査の CM とかもやってるし、全然いけると思いますね。続いて5人目は、矢賀正道くん。はい、呪術高専の学長先生ですね。刈り上げ頭で、ヒゲがあって、そしてサングラスをかけてるという、まあヤクザみたいな、そんな見た目の矢賀正道くん。この矢賀正道くんに合う役者は、小沢仁志くんです。矢賀正道くんは、まあおそらくその元ネタというかモデルが蝶野正弘だと思うんですよ。だから、まあその蝶野がいいんじゃないか、そう思ってる人多分たくさんいると思うんですけど、でもね、プロレスラーが映画とかドラマ出てくると、存在感がすごすぎるから、やめた方がいいと思うのよ。高田とか猪木とかが、その映画とかドラマで見ると、もう、あ、高田だとか、あ、猪木だとか、もうそれ役者として見れないじゃん。だから蝶野がこの矢賀正道をやったところで、その実写の映画で見たところで、あ、蝶野だとしか思わないと思うの。だからそうなるぐらいだったら、やっぱり役者の小沢仁志くんの方が僕はいいんじゃないかなと思う。な、そういう意味でスーパー仁志くんって感じで、小沢仁志くんが合ってると思います。という感じで、今回の呪術廻戦の実写化キャスト予想はいかがだったでしょうか。まあ一つぐらいはね、いける気がするね。まあ、俺的にはやっぱり山崎賢人が五条悟、これが一番無難というか、一番ありそうな感じかな。矢賀学長に蝶野だけは絶対やめた方がいいね。いや本当ね、マジで蝶野はね、蝶野だから。みんな俺の家の話見てますか？あれは、まあ、蝶野は蝶野役なんだけど、でも蝶野の超能力は、もう何言ってか分かんないけど、やっぱ存在感すごいんだよね、本当に。俺さっきね、ちょっと調べたの。蝶野が出てる V シネのね、狩猟の道9っていう、その予告をね、さっき YouTube で見たんだけど、やっぱりね、もう蝶野なのよ。あ、蝶野だって感じになっちゃうからね。絶対ね、やめた方がいいと思うんだよね。でも今のね、日本の映画界だったら、やりかねないからね。受けるでしょって感じでね。持ってきそうだからな。怖いな。まあでも実写化するんだったら、どこを撮るのかな。映画だからね、2時間でまとめるっていうのが、俺ほんと無理だと思うんだけど、順平、ななみんとか出てくる、あそこら辺かな。まあなんか中途半端になるな、絶対。まあでもそんな感じで、まあ実写化するんなら、それはそれでね、映画化したら見に行きたいなって思うぐらいは、多少楽しみにはしてます。さあ、それでは、そんな感じで今回の動画これで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。